い、皆さんこんにちは。不動産テックの学校、青木真理子です。今日からですね、新しくチャンネルをお手伝いしてくれる子が増えました。パチ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 。インターン生のみなみちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、みなみちゃんはですね、その弊社のサイトの問い合わせフォームから直接インターンが受け付けてますでしょうかっていう風にご連絡いただきまして、今広報だとかマーケ周りで動いてくれているとても前のめりな子です。ではですね、自己紹介をお願いします。はい、皆さんはじめまして、こんにちは。佐藤みなみと申します。女子校に8年間通った後、エアラインの学校に進学しました。コロナ禍で航空業界以外の業界を見ないといけなくなり、そんな中、不動産業界、特に不動産テックというものに関心を持ち、昨年からご縁があり、EWAVEでインターンとして働かせていただいております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いや、エアライン、あれですよね、キャビンアテンダント。そうですね、グランドスタッフさんとかいろいろあるんですけど、はい、そこからこうどうしてこ うちの不動産テックの企業にこう入ろうって思ったのかな。祖父が不動産の授業をしておりまして、自然に不動産業界というものには興味を持ちました。で、不動産業界というものはお客様がたくにの目線に立つとたくさんわからないことがあるなって思いまして、そこをテックの力でオープンにして情報や価値を可視化していく、その不動産テックというものの可能性に魅力を感じました。すごく嬉しいです。その若い子に不動産テックにその興味を持ってもらって、しかもその情報のね、非対称性だとか、もうそこに課題感を持っていただけてるっていうことがもうすでに嬉しいですね。ありがとうございます。じゃあ次の質問なんですけれども、はい、いろんな不動産テックサービスをですね、うちのインターンに入ってから、まあ、見聞きしたと思うんですけど、はい、その今のその不動産テック業界って、なんかこうみなみちゃんの目線から見てこうどういう風な印象がありますか？最近は IT の発達によって徐々に世間に浸透していってるかなっていう印象なんですが、やっぱりアメリカとかそういう海外に比べては全然日本はまだまだだと思うので、不動産業界の市場の拡大のためにもどんどんこれから盛り上がってほしい業界だなと思っています。素晴らしいです。そうですね、コロナのこともあって、やっぱり最近はすごくその実務の不動産会社さんにも DX だとか IT だとか不動産テックっていう言葉がすごく浸透してきた頃なので、まあ、これから頑張っていきたいなっていうところですね。はい、みなみちゃん YouTube やりたいって、はい、言ってくれて、はい、ありがたいなということで、私もちょっと一人で回らないところもあったので、本当は手伝っていただこうということで今出てもらってるんですけど、はい、このチャンネルでこれからやりたいことって何ですか？不動産テックの学校の放課後企画になるので、なんかコーヒーブレイクタイムのような柔らかい雰囲気で皆様が気軽に見えるような動画を作っていきたいと思っています。なるほど、まあ、放課後企画のまあこの自己紹介の動画なんですけど、基本的に全然授業の動画にも出てもらおうと思ってるので、はい、ピシッと、ね、いろんなことをこう発信していってもらったらなと思います。はい、そうですね、まあ、不動産テックの学校ということで、代表のその牧口はですね、まあ、教授という立場だと思うんですけど、私はまあティーチングアドバイザーみたいなところでアシスタントをさせていただいて、みなみちゃんには、はい、生徒として、はい、視聴者の皆さんと一緒に不動産テックについてこれから学んでいっていただけたらなと思います。はい、はい、それでは最後に視聴者の皆さんに一言よろしくお願いします。はい、まだまだ私は未熟者ですが、この動画を通してさらに成長していきたいなと思っております。温かい目で見ていただきますと幸いです。これから皆様に素敵な動画をお届けできるよう精一杯頑張りますので、どうぞこれからよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。これからよろしくお願いします。それではですね、引き続き不動産テックの学校では、様々な最新の不動産テック情報だとか、海外の不動産テックの動向だとか、不動産テックサービスについて、いろいろ発信していきますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。